再開発計画の見直しを求めて署名活動を行っております。まず東京都と企業が連携してこの神宮外苑という場所をもっと人が集まるスポーツを中心に人が集まる街にしようという目的で再開発を計画していて、今年の2月にそれが東京議会で承認されて、その計画っていうのは、伊藤忠商事と三井不動産と明治神宮、そして日本スポーツ振興センターとかが決めてるんですけど、その再開発の内容としては、まずイチョウ並木の横に180メートル以上のオフィス高層ビルが3棟、一応そのオフィスビルは2棟とホテルが1棟建って、今ある野球場とラグビー場の位置が入れ替わった形で改修工事を行われて、ラグビー場は今屋根はないんですけど、屋根付きになって、野球場はホテルと隣接する形になるので、そのホテルから観戦できるっていう目的で、やる。それに伴って600本以上の樹木が伐採されるっていう予定です。イチョウ並木の横には野球場が建つんですけど、その野球場の壁が10メートルの壁がイチョウ並木から9メートルの距離に建つんですね。だからイチョウ並木はもうずっと前からあって根がすごく伸びている状態なので、そこに杭を打つ形になるので、将来的にイチョウ並木が枯れてしまうっていうふうに専門家の方もおっしゃっています。年齢層的にはあまり若者というよりは中高年の方々が頑張ってね、これ再開発行われるの反対だからね、頑張ってっていう風な声をかけて署名してくださって、若者の方でも知ってるけど詳しくは知らなかったっていう方もたくさんいらして、そうですね、よかったと思います。もともとこの計画があったってことは知ってましたか？いや、知らなかったです。じゃあ今日来て初めてみたいな。初めてで、やっぱりここ一通りずっと綺麗な道歩いてきて、これがシンプルに伐採されるって考えると、まあ初めてでもな、ちょっと寂しくなるし、まあ、自然的にも、自然的にもやし、だからこれ伐採してほど作るもんって別にないかなとは思いますし、あとシンプルに僕らと同じ世代の子たちが休みの日をね、献上してやってるっていうのは、シンプルにやっぱその活動自体を応援したいなと思いました。一番印象を持たれがちなのが、私たちがすごい闇雲に再開発に反対してるっていうのを印象を持たれられるんですけど、私たちはそうではないっていうのをすごく言いたくて、今日も署名活動で積極的に言ったのは、再開発自体を行うことに反対なのではなく、今自然保護って言われているこの時代に緑の価値とか人々の心にとっても緑は大事だから、その緑を保全して切らない形で再開発を進めてほしいっていうふうに思って、企業にも東京都にも訴えてるつもりなんですけど、やっぱり一方的になってしまってて、コミュニケーションが今取れてない状態で、近隣住民の人も都民も私たちもこう言って10万筆集まったのを6月にも提出したんですけど、それでもそのコミュニケーションを取る機会を与えてもらえてないので、もっと声を反映した再開発をしてほしいなと私たちは日頃から思ってます。神宮外苑以外だと、京都の、京都府立植物園っていうところが公園のその開発もっと変えるためにまた木を切るっていうのを行っていたりだとか、
それが一番ですね。その署名、その京都府で活動している方もこっちの署名をしてくださったり、こっちもあっちの署名をしたりっていうふうに助け合って声を上げてる感じなので。